このゲームはサラ掃除と言いまして、2人用の協力、対戦協力型ゲームでして、敵対する2つの種族、まあ、人間族と魔族っていう2つの種族があるわけですけれど、プレイヤーはこのどちらが人間族か魔族を選びます。まあ、人間と魔族は、まあ、その少ない土地をめぐって争う、ずっと争ってきたんです。なんですけれど、この終わりのない争いを止めるべく、領主とのトップが、まあ、共存の道を模索しているというような状況になります。まあ、ただし、領主族とも相手に対する長年の戦争による恨みが深すぎて、まあ、基本的にはそう簡単には互いに共存することはできない。で、このゲームの目的は、領土を奪うことになります。ゲーム開始時にはこの4枚の領土がありまして、これを互いに2枚ずつ持ちます。そして基本的に相手に持っている領土に対して攻撃を仕掛け、領土を奪ってくる。配下は2つありまして、まあ、特殊な力を持っている眷属と呼ばれるキャラクター、そして特殊な力はない、まあ、数字として戦力として扱われる一般兵士、この2種類があります。ゲームは基本的にこの、まあ、相手の土地が欲しいと言って戦争を仕掛ける、そしてそれに対して抵抗する、もしくはまあ撤退して土地を明け渡すというような感じで繰り返して、まあ、互いに山が尽きるか、まあ、その他の修理条件が何個かあるんですけど、それを満たすことによってシーズンが終了しますと。基本的にやることは自分の手札の中からこの戦力カードというのをプレイしますと。で、この眷属というのをプレイしても構いません。戦力カードは基本的にこの戦力で相手を攻撃するということを表しています。で、眷属カードは、さらに、こう戦力をちょっと加算しつつ、ここにある特殊なコードが出ますと。それに対して相手は、自分の手札の中からやはり同じように戦力カードを出したり眷属を出したりして迎え撃ち、その差を比べて判定を行いますと。差が小さければ引き分けとなって互いにちょっと消耗しつつ、まあ、土地はどちらにも移動しません。もしも差が大きかった場合は相手を撃退して土地を得ることができます。とても大きかった場合は相手の、土地を得るばかりか、相手が戦場に出しているこれらの眷属を皆殺しにして、壊滅させることができます。まあ、終了条件を満たした段階でシーズンというのが終了します。シーズンが終了すると、まあ、その時点での得点を計算します。で、これらの得点を集計した後、今度はイベントカードというのを引いて次の新しいシーズンを開始します。イベントカードにはいろいろあるんですけれど、まあ、例えば月食が起こったとか、例えば新たな肥沃な大地が見つかったとか、あるいは有能な将軍が現れたとかいうようなイベントが発生すると、これが新たな火種となって、まあ、仮初めの和平を結んでいた領主族がやはりまた戦争に状態に突入するということになります。このゲームの、まあ、基本的には目的は相手に勝つことなんですけれど、さらにもう一つこのゲームの真の目的っていうのがありまして、まあ、互いのリーダーは一応共存というのを思い描いているわけなんですよ。で、共存は基本的に、まあ、同胞の反対もあってなかなか実現しないんですが、最後の得点が一定以上の得点を取って拮抗していた場合、まあ、これ以上争うことに、まあ、この他のなんかこう皆さんもなんか疲れてしまって、まあ、共存の考えに同調するようになります。そうするとなんか2人のリーダーが思い描いたように共存への道というのを、取ることができます。考えを読み取りながら、まあ、うまく自分のなんかこう負けないような状態で戦力を出し続けて、なおかつ一定の得点を得るという、この状況を成し遂げることができるならば、最終的に真のエンディングというのにたどり着くことができますと。まあ、結構難易度は高いので、皆さんよければ真のエンディングを目指して頑張ってみてください。